こんばんは、おばちゃんです。調布市のね、国連のところにね、中国のご家族が去年の12月に注文してからね、あんをね、皮に包んでね、あみあみしてくれる餃子専門店があるんだって。それでね、ここがね、やたらね、美味しいという噂を聞きまして、あたたたたたたた。それでおばちゃん真っ先にね、ズビシと来ちゃったのが、メニューに、ピンワン餃子。え、何それって。あとさ、このネギ餃子、大根餃子、玉ねぎ餃子、人参餃子。あ、これ食べたいですって言ったらね、あ、すみません、それ、夜しかやってないんですってね。なんか、お姉さんに言われたから、あー、じゃあ、これ夜食べなきゃですねって言うんでね。おばちゃん、多分夜また再放すると思います。だって気になるんだもん。ピーマン餃子って何だろうと思って。ピーマンと、大根、あと、チンチン、あ、いや、人参餃子気になる。注文入ってからね、皮にね、包み出すのよ。ここのね、お店のね、オールドお姉さんがね、まあ、すごい手際よくて、お肉いっぱい入ってますよ、ここ。お肉っていうか、あんが。で、手慣れた感じ、手慣れたっていうか、もうすごく綺麗。あの作り方がびっくりするぐらい。川の流れるようにみたいな、そんな感じですよ。綺麗にどん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 できていくのよ。で、おばちゃんがさ、あ、すごいなって顔で見てたら、目があってさ、ニコッとしてた。いや、すごく美味しそう。食べる前から、ビンビンにおばちゃん来ちゃってんだけど、これ。セットの状態だと980円なのね。水餃子6個と焼き餃子5個とおしんこスープ付き。で、ご飯付けると1118円。どちらかというとね、餃子でかいのよ。だから、餃子だけで食べるという、まあ、中国風のスタイルなのかな。それにご飯つけるとこういう方。いや、でも餃子にご飯つけたいね。絶対つけたい。餃子とご飯でなんでこんなに合うのかしら。それでキャベツのね、これが多分おしんこなのかな。酸味をちょっと抑えた感じの、ちょっと酢の味わいがする、キャベツおしんこって感じなのかな。あ、あのね、卵スープすげえうめえ。卵スープすごく美味しい。これめっちゃおかわりしたかったかな。それでね、餃子のね、なんか、これ、じっくりさ、撮ろうと思ったんだけど、この時お客さんが信じられないほどガーッと入ってきたんだよ。ちょっと迷惑かかっちゃうんでね、ちょこちょこっと撮りました。で、ほぼお肉とネギと、玉ねぎっぽいのが入ってんのかな。でね、ニンニクの味がちょこっとする。それで、ぶっちゃけ、日本の餃子じゃないです。日本の餃子じゃないんだけど、肉の味わいと、ちょっとスープがなんか入ってんのかな。やたらうまい。なんかじゅわーっとくる。なんだろう、この餃子のプルンって感じなのかな。素材の味がね、なんかすごく、まあ、舌に伝わるような、そんなような餃子で、やたら皮うめ。ここの餃子の皮何すごくうまいんだけど、なんだろう、かなんかの味わいがすごく感じる。かといってなんかもうふわふわで、めちゃくちゃなんて噛んだ時にお肉かなんかから出るさ、汁があるじゃん。あれを感じられるようなぐらい、皮がね、もうあっという間にテレンっていっちゃうのよ。テレって。なんていうの、部長のね、部長がなんか、朝礼っていうかなんか、演説してる時に風が強くてさ、ずらがテレっていくような感じで、テレっていくのよ。いや、これ皮めっちゃうまいですよ。餃子のあんが生きるあんって言ったらいいのかしら。テレって言ってます。で、この日さ、お客さんドドってきちゃってさ、焼きが多かったのよ。それだから、なんかね、出てくるのがちょっとね、焼きがね、最後ら辺出てきたかな。
食べログにこんなコメントが書いてありました。注文後に餡を皮で包んで作る本格絶品餃子、2020年12月新規開店。店内は清潔感にあふれ、中国出身の女性店主を中心に弟さんとご両親に切り盛りされていて、そのアットホームな雰囲気が居心地がいい。あのね、鬼綺麗びっくりするぐらいね、できたばっかり、もうあのオープン初日っていうぐらいね、すごく綺麗なお店ですよ。うん、あとこれキツリン賞長春氏のとの縁があるとのことでしたが、なんとお母様の名字ともかけて二重の意味があるとのことです。あ、店名がそういうことなのね。餃子は注文してから皮を伸ばして包んでくれるので、作りたて、茹でたて、焼きたてです。焼き餃子と水餃子では中身は同じだけど、皮の配合は違うんだそうですよ。あ、だ、なに、あの焼き餃子がさ、なんだろう、この吉春餃子ですか。食べた瞬間にね、もうお肉の味がダイレクトに、なんか焼きのが薄いのかな、やたなんかね、お肉の味がね、ダイレクトに伝わる皮なのよ。でも依然皮はクソうめえ。あももちろん美味しいですよ。でもね、皮がクソうめえ。うん。じんわりと肉汁も染み出す水餃子は中国の家庭の味。余計なものが入ってなくて、純粋な餃子の味が楽しめます。ね、プルーンだって言ったら、ふんたりでしょ。おばちゃん、ちょっと今日はコメント、何的確だったかしら。人参をチンチンと言った時点でもうダメですか。それでね、食べてみた感想なんですけど、もう日本の餃子ではもう明らかにな、でね、もう味わいが何だろう、あの肉と野菜の味わいがねどっと入ってくるね。で、皮がね、いいアシストしてんね。皮なんでこんなうまいんすか。びっくりしたんだけど、餃子の皮がクソうまい。うん、この味がね、もうあんとすごくマッチしたかな。でね、水餃子と焼き餃子、おばちゃんは焼き餃子がすごくやられました。うん、焼き餃子がすごくやられた。それであまりにもね、ちょっとね、焼き餃子ね、出てくるの遅くなっちゃったのよ。で、温泉したからさ、すいませんって言ってたのが、いや、もう先生気にしないでくださいって。まあ、美味しかったからもう、食べれただけでもさ、ありがたいんだけど。なんかね、卵スープ、また一杯入れてくれた。うん、いや、これ卵スープうまいわ。ありがたいです。卵スープもう一杯頼まれ、あの、入れてくれるんだったら、もう10分待てますよ。この卵スープすごくうまい。今度夜ね、人参餃子食べに行きたいですね。うん、人参餃子。例えばここの味。感想は、美味しい。もちろん美味しゅうございました。うん、ここの餃子はな、皮が本当に餡を生かす、まあ、皮ちゃんかなと思う。違う餃子も本当食べてみたい。うん、特に人参餃子食べに行きたいです。人参餃子。私を物にしたいなら、もっとズビビとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。